じゃあこんにちは。さあ今回はですね、はい、まあちょっと入り方変えたね。はい、とかさーんじゃないですよ。さあ今回はですね、はい、まあよくあのよく俗に言う偽まるまるいっぱいいるじゃないですか。まあ偽タレントとかよく言うよね。そうですよね。あのお父様とかお母様が先に例えば俳優女優さんやられてたりとか、あとまあスポーツ界でももちろんあると思うんですよ。それあるよね。はい、まあ、サッカーであったりとかで水泳もそうでしょうし、うん、で野球も偽野球選手いるじゃないですか、うん、例えば一番有名なのは豊さん。いやそりゃ長嶋親子でしょ。そうですね。まあ一茂さんって今コメンテーターとかすごいじゃないですか。いやすごい、勉強してるよね。いやそうですよ。あの報道情報番組出たりとかしてますし、はい、笑っちゃうけどね。いやなんかさ昔から知ってるからさ、はい、一茂なんかはね。そうですよね。豊さんが太陽の時の何年目ぐらいにジャイアンツ、何年ヤクルトか、ヤクルトに入ったの、はい、で関根さんの時だから、はい、だから結構かぶってやってるよね。そうですよね。現役の時に、うん、もちろん球場で一緒になることだって、一緒になることあったし、話したりとかしてました。あ、もちろんもちろん。どんな感じだったんですか。やっぱですね、うん、育ちがいいなって思うよね。そうなんです。育ちがいいよ。あの田園調布で、田園調布で、はいはいはい、はい、いやそりゃさ、まあこれは一説だよ。一説、はい、うん、まあなんかこう講座があって、はい、その子供の講座があってね、はい、一茂の講座があって、うん、なんかそこはお金が使ってなくなるじゃない、はい、もうすぐ補填してるという、まあ500万とか500いやだから500万はもう常に入ってるとか。口座に？口座にね。それ子供口座ですか。多分俺が聞いた話では。いくつぐらいの時なんだろう。いやもう学生の時とかでしょ。大学生の時とかですか。とかじゃないの。寮とかですだったんですか、うん、そう。いやそれとか、まあこれは聞いた話っていうかさ噂だからね、うん、だからこれは真実かどうかはまあ別問題として、はい、でなんかこれは本当に聞いた話なんだけど、車を買いに行くのにキャッシュカードで買いに行ったとか、ね、え、車ってカードで買うんですか。これねみたいな。だからまあコンビニに行くような感じだよね。え、ちょじゃあ限度額ってもう限度額はないんじゃないかな。カードで買えるんですね、車って。いや変えたかどうかは分かんないけど、そこまでは分かんないけど、はい、やっぱそのぐらいなんかこう裕福に育ってるわけでしょ。え、そのヤクルトにまあ入れたというのは、うん、それやっぱ実力のもとっていうことなんですか。いや素質的にはすごかったよ、うん、あそうなんですか。それはやっぱりこう親父を超える素質があったような気がするよ。体の力だとかさ、どあ肩の強さだとかさ、はい、ボールを遠くへ飛ばす力とかさ、はい、そういうのはすごいものは持ってたよね。え、じゃあ同じグラウンドで戦って豊さんが守ってる時にバッターボックスに立った時とかってもちろんあるある。どんな感じでした。どんな感じっていうかあっさりしてる感じだよね。何あっさり。いやそれはさハングリー精神がないの。まあまあ仕方ないと言います。仕方ないよ。裕福ですもんね。裕福だから。だからここが必死に粘ってみたいな、うん、甘いボールを待つというよりも、うん、あここに来なかったんだしょうがないよみたいな。多分だよ。多分そういう風な感じだったと思う。特にあの別に年俸のこととかも、あとこの1打席で100万円なんか入るんだとかそういうことは、ね、いらない口座があるからいやでもさ、はい、やっぱり人間ってどうやって成長していくかというと、うん、コンプレックスから始まるんだよね人の成長って、うん、コンプレックスなんかないわけだからもうなんか輝いた御殿に生まれて、はいはい、うん、もう親父はクリスマスプレゼントなんかいらないわけだから。なんでですか。だって長嶋茂雄がいるんだよまあそうですけどそうですけどサンタよりすごいみたいな、日本では、まあ、あ日本では、ね、でも自分にとってはまあただの一応お父さん。でもプレッシャーとかってどうか感じてたんですかね。やっぱりお父さんが長嶋茂雄という人だっていうことに関して、まあそれはやっぱあったかもね。だって同じ道選んだんですもんね。でも、はい、
体つきも何もかも親父よりは上だったと思う。ああ、いやだからすごい選手だったと思うけど、はい、やっぱハングリーという意味ではさ、うん、ハングリーになれなんて言えないよね。まあそれが、まあ、環境的に難しいですよね。環境的に難しいよ。そこは通算成績が384試合に出て161安打、打率2割1分、うん、18本ホームラン打ってるんですよね。82打点の 8盗塁。まあいいんじゃない、欲がなくて欲がなくて欲がなくていいと思う。あまり走るタイプでもなかった。でもね、走ったら速いよ。走ったら速い。いや、お父さんも速かったし。あ、でもそういうタイプじゃなかったからね。やっぱりこうエリートというか、まあ、まあ、エリートって言うと違いますね。ちょっと待って、走ったからエリートじゃないとかやめてくれる？あ、そうですよね。そうじゃなくて、そうじゃなくて、そうじゃなくて、やっぱり4番というさ、そういうのでなんかどっしり構えるタイプだった。一茂さんって4番だったの？いやいや、まあ4番タイプの人間だった。あ、はい、そうやっぱハングリー精神っていうのは環境が育てていくものだったりもするね。まあそりゃそうだね。だからケツを叩いてさ、おいやれとか言ってさ、おいとか言うタイプじゃないよね、もうそもそもが。そうですよね、確かに。お父様がね、茂雄さんですもんね。そうだよ。そうですよね。で、まだ有名な方いらっしゃいますよね、2世の野球選手といえば。まあね、はい、野村克也さんの息子、はい、勝則さん。あ、はい、通算成績が222試合、はい、66安打、打率1割8分5厘、うん、一茂さんよりも、うん、低かったんですね。まあね。ほう、で、4本塁打。お、4本打ってんだね。いやでもプロは11年いやでもさ、勝つより1盗塁、まあでもキャッチャーですもんね。まあね、はい、まああの、なんて言うんだろう、うん、今コーチやってるじゃない、ずっと終わってから、はい、うん、でやっぱこうそういう意味では、はい、選手としてはダメだったかもわからないけど、うん、やっぱこう野村さんから受け継いだ頭脳とか、はい、そういうものがあるんじゃないの。あ、そう思います、すごく、うん、いやだからあのそういうのを駆使して、はい、まあ、野球界に貢献をしてるというね、うんうん、だどうしてもその勝則さんっていうよりも例えば幸さんとか、うん、お父さんの野村さんっていう方がどうしてもフューチャーされちゃうんですね。いや、そりゃそうだよ。だからかわいそうはかわいそうだよ。だから勝則さんがなんか入団会見とか華々しいところになるとどうしてもマスコミが幸さんのところに行ったりとか。いや、そりゃ行くよね。幸さん抜いたりとか。そりゃそうだよ。カメラでそうなっちゃうんですよね。そうなっちゃうよ、うん、いやだからもう仕方ないけど、はい、でもコーチ業の方が現役よりも長くなったでしょ、はい、だからそういう意味では野球界にすごく貢献をしてるっていうふうに考えていいんじゃないの、うん、そうですよね。だから勝重さんとはまた違いますけれども、うん、勝重さんは今テレビの世界で、はい、で勝則さんはそのコーチとか指導する立場でそれぞれ本領を発揮されてるっていう感じがしますよね。だからまあ勝重なんかは、はい、非常に頑張ってるしね、うん、コメントもしっかり勉強してると思うしね、はい、だからそれぞれやっぱ頑張ってる、ね、ただ親父の方が面白いけどね、多分コメントを出した時には長嶋さんの方がやっぱあのキャラは超えられないよ。もうそうですね、すごいですもんね。だから親父と逆のタイプで言ってるけどね、一茂はね。そうですよね、うん、で最後が、はい、若林選手。あ、若林ね、巨人の、はい、お父さん知ってんだよ。お父さんは俺の先輩で太陽にいたんだよ。え、何年ぐらい一緒にされてたんですか。何年ぐらいかな、でもそんなに長くない、1、2年だと思う。あ、そうなんですね。だからよく声かけてもらってさ、はい、つばっていうかさ、うん、ここに泡溜まってるやつはピッ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 吐くんだよ、親父がピッ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 、はい、だから若林が挨拶来たの、はい、昨年かな、うん、その時に若林の息子ですおーとか言って、お前も唾吐かねえのかって言ったらいや僕は吐きませんとか言ってた。あ、でも分かんない、それが一つのトレードマークだったんですね。そうそうそう、うん、でもまあ一茂もそう、勝則もそうだけど、はい、まああの記録は超えられないよね、長嶋さんの記録とか野村さんの記録はやっぱ息子に超えろっていうのは難しいと思うけど、はい、若林は超えていくと思う、はい、あ、そうですか。それはどんなところがこう超えていけそうなの。いやだって親父はあんまり活躍しなかった。なんで
そもそもハードルじゃないですか。いやだから、はい、だからそれだけ厳しく多分親父が息子に対してプロってこうこうこうでっていう厳しさをどんどん教えてると思うよ。そういうことですね、うん、いやだから若林は親父をね、超えていくかなっていう2世でもね、うん、うん、そこにはやっぱハングリー精神も多分あると思うし、はい、そうなんですね、うん、ただ出てるとこはエリートなんだよこれ。え？桐蔭学院、エネオス、うん、で巨人もう全てエリートだから。いやそうじゃないですか。え、法政だっけ。あ、法政だから野球のなんかさ王道行ってるみたいな感じ。いやそうですね、そうでしょ、まさに、うん、まあ、そのまんまこうエリート街道そのまま行ってますよ。で巨人に入ったって、ね、なんで横浜じゃないんだって巨人に入ったって、もうエリートだから。野球界の本当に社会人のエネオスってエリートだしさ。横浜もでもエリートですよ、言ってた。今はね、はい、今は。いやだからなんか若林は親父を超えていくかなというね。そうなんですね、うん、でやっぱりね超えられない環境ってあるよ。親父があまりにも偉大すぎるとさ、はい、やっぱそれを目標にしちゃうと、うん、もうなんかハングリー精神もないしさ。そもそもがそうですね。あと比較されて、うん、いつもそういうふうに言われるともう萎えるよね、うんうん、でもよく頑張って野球を続けてプロまでなったと思うよ。そうですね。いやそうそうそう、それ考えるとね、いろんなプレッシャーとかね、うん、期待とか反抗とかもあったでしょうね、うん、っていう。でも、うん、アメリカメジャーの選手たちのスーパースターって、はい、うん、息子たちも本当スーパースターになったりとかしてるからね。あれもすごいですね、うんうん、だからそのお金とか、はい、その裕福だとか、うん、それ以上に、うん、やっぱなんか子供が憧れる、うん、環境があるのかなっていう。やあの昔の野球界って閉鎖的だったからさ、はい、子供はなんかグラウンドに入るなとかさ、そういうこともあったわけよ、はい、なんか家庭の色を出すなとかさあ。そうなんですね。でもメジャーの選手たちって平気でボール披露させられてとかさ、うん、そういう環境に慣れちゃうの、ね、はい、優勝すると必ず家族でグラウンドに入れて写真撮ったりとかしますしね。そしたらそれに憧れるじゃん子供たちは、うん、だからその変なあれもないしさ、縛りも、はい、親父が息子を教えていいとかさ。だって高校の時は息子と話してもダメみたいな感じだから。あ、まさにそういう環境だから、ね、まあ、はい、それは家に帰ってさ、うん、ちょっとのアドバイスはしても誰にもわからないとは思うけど、うん、思うけど、そういう変なシステムもあるじゃない、はい、だから育ちにくいっていうのもあるんだよね。あ、そういうこともあるんですね、外部的要素。あるあるある、うん、だからそういう意味ではその環境の中でね、よくプロになったと思うし、ね、でもこれからやっぱり2世のね子供たち、ね、こう大きくなって親父を超えていくような、親父がスーパースターであればそれを超えていくような選手が現れてほしいな。そうですね、期待。そしたらなんか俺らも応援しやすいしね。そうですよね、ぜひね期待してこうね超えていくことを私たちも期待したいなと思いますけれども、ね、でもまあでもそれぞれのね息子さんたちも勝重さんも勝則さんもそれぞれのまた分野で第二の人生をしっかりね、うんうん、しっかりとね歩まれてるっていうのが、ね、やっぱりそこら辺はやっぱ偉大なお父様のそれぞれ血を継いで血を継いでこう活躍されてるのかなって。そうだな、うん、思いますしね、うん、立派立派、はい、それぞれの道でまた頑張ってください、はい。